もっともっと自由空間、イエイ、イエイ。はい、今夜も始まりました、もっともっと自由空間。自由空間から見ている方も、時空 TV から見ている方も、赤坂 TV から見ている方も、お台場 TV から見ている方も、こんばんはです。松崎椎名です。はい、この番組は自由空間のことをもっともっと知ってもらおうというコンセプトに基づいた番組になっています。私、松崎椎名と、そして今日のゲストはめいちゃん。はい、よろしくお願いします。はい、めいちゃんと一緒に今日もお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ゲストさんに関する質問コーナーや面白クイズコーナーなど盛りだくさんの番組内容になっています。はい、この番組は視聴者さんとコミュニケーションの取れる双方向型番組になっていますので、皆さんじゃんじゃんチャットに書き込んでくださいね。はい、ということで改めまして、こんばんは、椎名こと松崎椎名です。そして今日のゲストはめいちゃんです。こんばんは。はい、よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。ということで、お、こんばんはって来てますね、いきなり。ね、面白そうな番組だ、ちょっと見てみようとか言ってワイワイさん。ちょっと待てよ、ワイワイさんいつも見てくれてるじゃない常連さんなんですよ。はい、じゃあね、ちょっと早速ね、はい、ゲストのめいちゃんの自己紹介をしていただきたいと思いますので、はい、めいちゃん、じゃあお願いします。はい、こんばんは、皆さんはじめまして、めいです。イエイイエイ。今日は頑張るんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。めいちゃんは普段どんなことをしてる？はい、普段は、モデルを中心に頑張っていきたいと思ってます。あ、モデルさん、はい、いいですね、いいですね。はい、私もさ、今日はね、とちょっと皆さん、異変に気づきませんか？変化ちょっとね、この私もいつも着ている、赤い、ハッピーじゃないよ、自由空間の、何ですか、スタッフさんが着てるね、ユニフォーム、そうそう、ユニフォームをね、脱いで、なんとここ、皆さんびっくり、カフェでございます。ここ、新しくできましたカフェエリアになっています。あ、すごい、そうなの、見て、皆さん超おしゃれじゃないですか。あのね、新しくできましたよ、やっと。そう、前にね、放送してたところが、はい、パソコンのブースになっていたんですけれども、はい、そこをね、改装して、こんな綺麗に。そうなんですよ、初めてのここからの放送です。第1回目です。そうですよ、めいちゃん、ね、そうなんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい、どう、麻雀屋かと思ったって丸森さん言ってますが麻雀屋ちゃいますよね。あ、違います。じゃあ早速ね、ちょっとチャッパーさんにご挨拶をしたいと思います。はい、はい、皆さん遅れてごめんなさい、いきますよ、ちょっと待ってね。はい、はい、ジェンタさん、こんばんはって来てくれてますね。こんばんはね、こんばんは。はい、そしてワイワイさん、こんばんはです。そしてケンツ0126さん、こんばんは、こんばんはです。はい、そしてゲンくんさん、アニョンって来てますね、こんばんはです。そしてそしてオマルファイさん、こんばんはです。こんばんは、イエイイエイ。そしてあとはズルキさん、こんばんはです。こんばんは。そしてそしてキッチーさん、こんばんはです。よいしょよいしょ、待って、呼んでないのは誰かな。あと、こちら49さん、こんばんはです。こちらさん、あと、大丈夫、呼んでない方いたらはいって言ってください。はい、はい、ということで、はい、めいちゃんっておまるボーイさんが言ってますね。はい、そう、めいです。じゅんたさんもね、めいちゃんってのしってやってきてます。よろしくお願いします。お願いします。お、今日はこたつじゃないねってキッチーさん言ってくれてますが、そうなんですよ、こたつだったんですか。そう、前回はね、奥のファミリールームからの放送をやらせてもらって、はいはい、そうなんです、だから今週と先週は場面じゃないか、場所が全然、場所が全然、そうなんですよ。そう、前回はね、和室でこたつに入りながら、はい、リラックスしながら、あ、こんちゃーとか言ってやってたんだけど、はいはい、今日はちょっとカフェということでね、はい、おしゃれに、ね、やってこようと、ね、はい、思いますので、はい、はい、お願いします。お願いします、ね、あ、照明、色濃度がいい感じって、カフェコーナーらしい照明ってズルキさんが言ってますが、あ、やっぱ違いますか、見てて。なんか違うんですかね、なんかね、パソコン撮って、あ、そうそうね、おしゃれですよね、オレンジのね、なんか照明っていうか、なんていうのこれ、電気。そう、あのね、入り口からもよく見えるようになりました。
そうなんですよ、目の前がいいですね。そうなんです。だからあの自由空間に来たらすぐ右を見るとここのブースがね、はい、そう見えますよはい、だからスタッフさんがよく見えますということで、はい、あ、ワイワイさんがメイタン気楽に行こうぜって言ってますよ。ありがとうございます。いいですね。あ、おまるボイさんがメイタンのお姉さんはさつきたんって言ってますが、さつきさんお姉ちゃんいます？いや、私この名前の由来がトトロを見てて決めたんで、そういうさつきちゃん、多分そうだと思います。なるほど、なんかトトロのですね、なんか本当にいるのかと思って違います。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。トトロから取ったの。そうなんですよ。ってことはじゃあトトロジブリ系好きみたいな。そうなんです、ジブリ好きです。はい、いいじゃないですか。なんかぴったんこ感覚じゃないですか。なんだっけ、名前とね、正解ですよ。お前よかったんです、覚えやすいと思います。ね、めいちゃん、はい、ひらがなでめいなんですよね。そうなんです。はい、ね、いいですね。ブログとかありますか。はい、ブログ、アメブロ。はい、アメブロでメイって調べると出ますか、ね、メイのどんどん目が出るよっていうタイトルでやってるんですけど、メイのどんどん目が出るよっていうタイトルでやってるんで、ぜひ遊びに来てください。いいですね。はい、はい、検索やってください。これちょっと怪しいかな。はい、ね、どうしようかな。俺も思いましたってオマルボーイさんが言ってるの。あ、じゃあ純太さんが、ね、結構じゃあ分かりやすかったですね。さつきたんっていうのねそうか、はい、やっぱりトトロ思い出しますよね。あ、そうか、可愛い名前。そう、私もね、さっきあのメイちゃんと初めて会った時に、はい、あれ前にお会いしましたって言ったんだけど、あ、なんかそんな感じです。そう、言っちゃったんだけど、はい、ね、思い出したの。トイレ行ってる間に、はい、あの高校時代のね、親友にすごいそっくりなんですよ、はい、めいちゃんそうなんですよ。それでですか。それね、ちょっとね、言っちゃったんですが、いや、ね、嬉しかったです。あ、本当に、はい、だからすごく今日は気楽です。私なんか気楽じゃないけど、リラックスして話せます。お願いします。お願いします。お願いしますとか言いながらね、ちょっと汗っていうか、そう、緊張してる初めての場所で ね、はい、あ、なになに、小次郎49さんがシーナンバレンタインネイル見してって言ってます。あ、そう、あのね、目、ネイル、あの、買いました。ちょっと今私、うん、自分でネイルするの好きで、うん、自分でできるんですか。すごいね、よく映ってる。綺麗。そう、なんかね、ちょっとね、本当はね、ハートとか入ってるんですよ、こう、うん、ピンクのやつが。見えるかな、見えないかな。そうなんです、ちっちゃいハートが、ね、すごいね、カメラでよく見えるんだね、うん、結構映りますね。映りますね。ちょっとありがとうございます。覚えてて見ててくれたんですね、ブログ、すごいですね。嬉しい。はい、ね、あ、ちょっとね、はい、ところでシーナ、体調は平気かいって、うん、あ、ありがとうございます。大丈夫ですか。体調がね、胃がちょっと調子良くなくて。そうなんですか。めいちゃんは大丈夫でした。私も、うん、いや、年明けて速攻インフルエンザになりました、うん。本当に、はい、まあ、年明けそうそう、年明けそうそう、厄年なんじゃないかと思っておみくじ引きました。あ、大吉だったんですよ。それなのになりました。なんかありそうで、もう、うん、使い果たしちゃった感じがします。あ、マジですか、はい、まあでも、はい、最初に悪いことがあった分、こう後から、ね、いいことしかないからね。そうそうそう、プラスに考えない、ね、よかったよかった、はい、ってことに、ね、しましょうしましょう、どんどん前向きにね、はい、あ、どうどう、あ、待って待って、インフル大変やなって、おまるボーイさんも言ってますし、あ、元君さん、俺も腹痛はずって、腹痛はず、腹痛なんですか今、うん、大丈夫。結構みんな体調崩してる人多いんですよ ね、そうですよね、うん、冬みんな気をつけてください、ほんとね、もらわないようにね。あ、うん、ゾルキさんがね、ウィフィWi-Fi ごめんなさい、 Wi-Fi も使えるよって、この場所って、そうなんだ、 Wi-Fi、 Wi-Fi 使えるんだって。 Wi-Fi って何。あの、私も結構詳しくないんですけど、なんかあの無線 LAN みたいな、うんうん、こう線が繋がってなくてもネットできるみたいな。なるほど、はい、わかりました。ですけど、これ か、 あ、ですか、ね、そういうことですね。無線 LAN でもできるってやつですね。これがね、一応ね、このカフェエリアの、こうかな、見えるかな、はい、こんな感じなんですけど、パソコン持ち込み OK、ドリンク飲み放題と、あ、Wi-Fi 導入ってちゃんと書いてあるじゃないですかね、ちゃんと見とけよって、ごめんなさい、そう、書いてあるんですよ、ちょっとね、この場所、超リラックスしてできますからね、皆さん、ぜひぜひ来てください、はい、男性は350円で、女性が300円、最初の1時間ね、なりますけれども。ね、皆さんどんどん
遊びに来てください。綺麗なところですね。自由空間にカフェというおしゃれな、ね、場所ができました、ね、そう、そうなんですよ。ダーツもあるし、ビリヤードもあるし、カフェもあるし、飲めるし、飲むね、そうだよ、こたつもあるし、ね、ゴロゴロする。待ってください、めいちゃんって何歳ですか？今19です。あ、同い年？今年20ですか？はい、そうです。じゃあ同い年ですね。あ、はあ、そうだったんですね。ねえ、そうだ本当ですね。そうだったんだ、はい、なんかもっと上かと思いました。あ、本当ですか？落ち着いてるから上かと思いました、本当ね。いえいえ、ね、そうそう。ということで、あ、純太さんも先週風邪ひきましたって知って。あー、流行ってる。気をつけて、ね、そうよ。寒くなったりだからね。え、ゲンくんさんがね、カフェからチャットは入れるのって言いますけどね、カフェにはパソコン自体は置いてないんですけども、そのね、無線 LAN があるからね、 Wi-Fi というか、あの、自分でパソコン、パソコンだって、パソコンを持ち込んでいただいて入っていただく形になるので。そうなんですよ、パソコンは置いてないんですね。ね、おまるぼいさんがいい雰囲気のカフェだねって。あー、よかった。ね、最高ですよ。ちょっとなんかおしゃれですね。居心地がいいですね。こうやって飲みたいね、こうやってなんか、そうだね、ワインですか？シャンパンとか。あ、ちょっと待って、かっか、え、コーヒーとかじゃなくて、なんかごめん、初歩的な、なんかそういうしょぼい考えしかできない、ね、甘いコーヒーとか飲みたいです、ね、甘い、甘党ですか？すごい甘党です。お砂糖何杯入れますか？なんか聞いちゃいますか？え、めちゃくちゃ入れますよ。角砂糖とかだと7、8個入れます。本当に？はい、すごいですね。すごいですね。あれ、まあ、どうです？皆さんちょっとびっくり。来ますね、きっと。いや、ね、大丈夫だと思う。あ、待ってね、ごめんね。めいちゃんのブログにペテしてきたって純太さん言ってますよ。あ、ありがとうございます。後で早速返しに行きます。ペタ返し。今ならもうめいちゃんにペタペタしないとね、ダメですよ。してくれますよ。あ、でもピーってみんな言ってるよ。あの甘党のその角砂糖ね。アールグレイでも、紅茶にもですか？紅茶も、砂糖が入れられないもの以外は全部入れます。入れれるものは全部やります。いいですね。すごいですね。でも、いいですか、わかんないけど、もうなんか友達とかがやめなよって言われるぐらい、ね、確かにそれはちょっと言うかもしれない、私も、うん、でもそうじゃないと飲めない。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ甘いのが好きっていうよりは飲めるように甘くするみたいな。そうなんです。最後まで飲まなくても、うん、そうなんですね。最後残った時にザラッとなってるのを見て、うん、あ、失敗したと入れすぎた、失敗したになっちゃうんですね。そうなんです。じゃあ、そっか、じゃあぜひね、この自由空間のカフェで、あの、砂糖を入れてティーしま、お茶しましょう。そうですね、お茶しましょうとか言って、はい、いいね。あ、甘いのは声だけにしてって、おまるばんさんが言ってます。うまいですね。うまいですね。あ、声だけにしてって取られましたね。ね、純太さんも絶対時の頃でしょって、はい、それを見て後悔するというね、めいちゃんね。残ります。なんかちょっと、あの、さっきマネージャーさんですか、はい、ね、そうか、ちょっとポイントずれてるからって、めいちゃんよろしくみたいな感じで言っていただきましたね。可愛いです。だんだん分かってきました、なんとなくね、めいちゃんが。ツッコミどころがないとか言われます。本当ですか？はい、ツッコミどころ、ツッコミどころが満点で、ちょっと楽しいですよ。本当ですか？ね、皆さんもどんどん突っ込んじゃってくださいね。突っ込んでください。はい、ということでね、はい、じゃあ最初のね、はい、コーナーに行きたいと思いますよ。はい、はい、じゃあゲストさんに質問。イエイイエイイエイ。はい、このコーナーは毎週ゲストさんに週替わりの質問をしています。はい、今週の質問は、はい、好きなチョコ類。はい。ね、ということで、お砂糖が大好き、お砂糖が大好きじゃないか、はい、ちょっと甘いのが好きっていうめいちゃんに質問なんですが、はい、チョコレー、はい、バレンタインデーということで、あ、生チョコが大好きなんですよ。生チョコ、はい、いいですね。最近知ってますかね、あの、雪見大福に生チョコバージョンがあるんですよ。知ってますよ。やばいですよね。あれ、この前4つ平らげました。え、待って、あのさ、1つに2つ入ってるじゃないですか。はい、それを4つ食べます。え、これかける4ってこと？はい、4箱ってこと？いや、はい、そうです、4つ食べます。全部8個を食べて途中で気づきました。あ、やっちゃったと思って。あのさ、全部なんかこう、え、食べ終わってから、食べ終わ、なんか無意識に冷蔵庫まで手に行って食べてたらしくて、お母さんに怒られます。最後の方で気づくんですね。あ、やってしまったと。ゴミ見て、あーっと思って、明日食べる分がないと思って。あ、今日食べ過ぎたじゃなくて、今日明日の分まで食べちゃった、ね、なるほど、はい、かわいいですね。いいですよ、ほら、めいちゃん行動が極端だよね、笑って、純太さんが書いてますよ、4つすげーって、みんな、ね、そうなの、4つ食べれます、ね、もう軽い病気ですねとか言ってワイワイして言ってますけれども、
ね、ゲン君さんがシーナのリアクション嫌いじゃない笑って書いてありがとうございます。いや素直にこうなりますよね。4つ食べちゃったって聞いたらあらみたいな。あ、そうなっちゃいますよね。そう、自由空間にもね、甘いもん結構いっぱいあるんですよ。本当ですか。そうそう、誘惑だらけです、ね、誘惑だらけですよ。チョコもいっぱいあるしね。あ、本当ですか。チョコ系のお菓子もそう、ね、あ、キッチンさんがお風呂上がりのチョコアイスはいいねって。そうなんですよ。お風呂上がりに食べました。やばいです、お風呂上がりとか。アイスもそうですけど、うん、チロルチョコとかも結構いいね。美味しいですよね。地味にね、ちっちゃいんだけど、なん なんか手、無意識に取った時に、そう、あ、今度これかと思ったけど、また同じだとか。めっちゃ一人でこう、そう開けて、あ、今度はイチゴだとか、今度キャラメルが入ってるとか。可愛いね。いいですね。ゴミ見てびっくりしますね。ゴミ見、何もう残骸じゃないけど、食べ終わったものを見て、いつも。いいですね。はい、こんなメイちゃんのブログ見るしかないですね。お願いします。面白そうですよ。ねえ、あ、チョコといえばスニッカーズやろうってマルコイさん言ってますが、ちっちゃい頃スニッカーズ結構食べて、うん、虫歯になったんで怖くて食べれなくなったんです。お菓子？おもなんかあのカロリーメイトのチョコ版みたいなやつで。あ、そうなんですか。なんか柔らかいキャラメルの細いやつみたいな。そうなんですね。あれで食べ過ぎて虫歯になってから食べれなくなりました。そうなんです。そこはダメなんですね。そうなんです。食べ過ぎ、もうなんか食べ過ぎです。そうなんです。ちゃんと人間、ちょっと加減して食べないとね。そうですね。そうですよ。あ、ほら、こじろ49さんがね、砂糖が残った時は熱いお茶を入れて飲めばいいよって言ってる。あ、そうなんですか。ね、お茶でもコーヒーとか紅茶残ったらさ、はい、お湯でいいんじゃない？え、どう？そうなんです。どう？とか、お茶？初めて聞きました。お茶、ね、お茶って甘くなったらどうなるんですか？どうなんだろう。チャレンジやってみて。そうだよね、めいちゃんしかいないよ、これ。楽しみ。チャレンジします。ね、はい、そしたらブログにぜひ書いてください。あ、載せます、ね、今日早速やってみます。あ、本当に。あ、じゃあもう皆さんこれはブログを調べて。今日必見です。アメブロなんでしょう、タイトル。めいのどんどん目が出るよっていうぐらい。めいのどんどん目が出るよですよ。はい、皆さんちゃんと、はい、調べてくださいね。はい、はい、ということで、あ、甘茶ってあるんだ。おもろぼいさん、ね、何ですかね、ウーロン茶とかそんな感じなんですかね。お茶の種類、お茶の種類なんですか ね面白い、ぜひ飲みたいです。初めて聞きますね、うんうん、ね、あ、元気さんまずくはないよって言ってるから、あ、やったことあるんだ、あ、実践済みなんだ、へえ、すごい。じゃあ私もやってみた。そうですね、体感するしかないですね。やってみようね。そうだね、どうなるか。ね、不安ですね。いいですよ、ちょっとじゃあいっぱいありますが、はい、はい、じゃあね、どんどん次のコーナーにじゃあ行きたいと思います。はい、うん、めいちゃん昨日始まった番組の、あ、番組、うん、あ、なるほど、はい、めいちゃんの番組が昨日始まったと思うんですか。はい、時空 TV の番組で、昨日始まったばかりの番組ということで、はい、あ、じゃあそれ、そうなんです、東京ドッカンという、ネットウェブサイト、ウェブの、うん、何でしたっけ。ウェブのこういう、うん、番組ですね。番組、そうな、番組番組で、はいはい、それが、そうなん、昨日初めて出させていただいて、おー、で、そうなんです、うん、いろんな方が見てくれていて。番組内容的にはどんなことですか。あのゲストさんをお呼びして、うん、そういうお天気予報とか新聞見たりとか、あと、うんうん、後ろにモデルさんたちがいて、うん、みんなでこうお話ししたりとか。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ1対1というよりこうワイワイ。そうです、みんなでワイワイ。そうなんですね。そうなんです。場所は秋葉原のフレッシュスタジオでやってます。秋葉原のフレッシュスタジオ、はい、毎週火曜日にやっています。何時からですか。9時、あ、間違えました。6時から7時の1時間なんですけど。6時から7時。そうなんです。そうなんですよ。そりゃあ、じゃあ、そうです、撮影会と一緒にやってるんで、うん、あの最初に映ってた子たちと次入れ替わりで後半の女の子、最初撮ってた子とかが来たりとかするんで、うん、結構もうみんな来ればもう皆さんに出会えますね。すごい、え、はい、盛りだくさんですね。盛りだくさんですよ。撮影会もついてて、女の子たち可愛い子いっぱいいて。そうなんですよ。これは見るしかない。で、ネットでも見れるんでぜひ見てみてください。おまるぼいさんが録画ももうされてる。あ、で、昨日の録画もアップされてるみたいなんで、ね、本当ですか。なんかね、おまるぼいさんがここって言って、あの URL を載せてくれましたね。 www.ustream.tv チャンネルスラッシュドッカン。あ、
チャンネル、あ、チャンネルスラッシュドッカンで出ますね。はい、ユーストリームの番組で、はい、火曜日の6時から7時まで東京ドッカンってね。はい、なんか毎回女の子も変わるみたいなんで、あ、要チェックですね。要チェックですね。いいね、はい。あ、そうなんです。私も水着で出させていただいてるんで、ほんとだ、おばあさんがいきなり水着の女の子ばっかりやないかーって、まあ、バレてますバレてる。そうなんです、みんな可愛い水着着て、そうなんでやってるんで、ぜひ見てください。はい、ということで、じゃあめいちゃんの出てる番組ね、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。はい、じゃあそんな感じで、はい、じゃあ皆さん覚えました、番組名とかね。はい、じゃあクイズいくよ、いくよ、行こう。はい、はい、じゃあ次のコーナー行きたいと思います。はい、自由で自由な自由空間クイズ、イエイイエイ。はい、このコーナーは皆さんに楽しくクイズに答えてもらいながら、自由空間のことをもっともっと知ってもらおうというコンセプトに基づいて番組になってますよね。コーナーです。はい、真面目に答えても OK、 ボケても OK、 ボケてー、ちょっと待って待って待って、私今日飛んでるね、台本見ていい？とか言って。はい、ボケが面白ければボケポイントもあげちゃいます。1問正解で20ポイント、ボケポイントは何ポイントでもあげちゃいます。はい、そしてそして大事な大事な採点ですが、皆さんね、あの正解者の方はお名前をお呼びしますが、皆さん各自で点数は計算しててください。で、クイズが全部終わった時に、皆さん集計結果をって言ったら、あのどんどんチャットに書き込んでくださいね。はい、ということで、じゃあ行きたいと思います。はい、早速第1問いきます。じゃあせーので、ドゥドゥンってもらえますか。はい、はい、せーの、ドゥドゥン。はい、バッチリ、よかったです。はい、はい、第1問です。はい、はい、前回の放送、このもっともっと自由空間、前回の放送では、はい、自由空間ビッグボックス高田の馬場店のファミリールームにて放送しました。はい、そこではね、まあ、こたつが、先ほども言いましたが、はい、こたつでやったんですね。はい、まあ、こたつということで、こたつ、タツノオトシゴということで、タツノオトシゴはある地方で何かのお守りとして言われています。タツノオトシゴ、タツノオトシゴ、さあ、そのお守り何の効果があるとあるでしょう。はい、二択問題です。1番、安産のお守り、2番、合格のお守り、さあ、タツノオトシゴは何でしょう。なんでしょうっていうかね、無理やりって玄君さんに突っ込まれてますけどね。気にしない。ヒントくれてますよ。ヒントくれ、ヒント。だって 2問しかないんだよ、答えが。安産か合格、まあ、辰の落とし子はね、あのね、夫婦関係がよろしいみたいです。あ、そうなんですか。辰の落とし子って、あの水族館でこう、なんかピアノの線みたいなやつにこうぶら下がってるのしか見たことない。そう、そう、ピアノの線、そのイメージがすごい。そうね、サンゴ礁とかじゃなくて。あ、そう、なんか線か、こう、みたいな。なってるイメージがすごい。あげます。もうすぐ汗出てくる。あ、出てますよ。トーンキオっぽいやつね。あ、ナイス、純太さん、フォローです。ナイスフォロー。そうそう、それ言いたかったんですよ。トーンキオね。はい。そうですね。はい。あの、こう、くるくるって巻きついてるんだよね。はい。それが言いたかったんだ。なんか今初めて聞きました、私。ねえ、あ、そう。なんかお守りって。お守り、そう。なんか、ね、はい、お守りとして、なんか、祀られてるじゃないけど、そういう風に言われてるんだって。はい。ね。ということでね、じゃあどうしようかな。さあ、どうでしょう。じゃあみんな打ち込んだ？これは2択なんでね、もう締め切っちゃおうかなと思いますよ。いきます。じゃあ3、2、1、終了です。はい、じゃあね、どうかな、正解の方。正解は1番の安産のお守りでした。へー、そう、タツノオトシゴってなんか、はい、まあ、メスが卵を産むんだけど、はい、産んだ後にこうオスが育てるんだって。はい、へー、だからお母さんじゃないんですね。そう、だからそっからこたつの落とし子は安産というか、なんかそういう風に言われてるとからしいですよ。ね、知らなかった。私も初めて聞きました。ね、ほーって、こじろゆみさん、気持ちがよくわかります。ナイスリアクションで、私もそんな感じですよ。ね、ほーって、いいですね、嬉しいね、こういうことで。なんか誰かに言いたくなりますね。もう言っちゃって、後で会議誰かに言います。さあ、二択ですとか、ヒントとか言われてもね、ないですって言います。ないです。はい、ね、はい、ということで、あ、そう、純太さんがお腹に袋があるんじゃなかったっけって。そうそうそう、そうなんですか。そうそう、思い出した。考えるみたい。ナイスフォロー、純太さん、ありがとう。まあ問題、そう、問題出すのにさ、ね、みんなにフォローしてもらって、っていう感じでね。じゃあ正解した方よんで読んでいきます。1番って書いてくれたのは、純太さん、正解です。20ポイントおめでとうございます。そしてわいわいさん、20ポイントです。
して、そしてアンさんって書いてくれた玄関さんも20ポイントです。おめでとうございます。そしてあとはジュンタさんも正解で、あ、さっき言ったね。言った。さっき言った。ちょっと待った。ね、あとは1アンさん、おまるばさん正解20ポイントです。結構みんな知ってるんですね。まあでもあ、知ってるって書いてありますね。2択しかなくて、夫婦関係いいよって言ったらまあ、あね、うん、もうなんかもうたまんないですね、めいちゃん。かわいい、あの一家に1台じゃなくて一家に1人欲しい。あ、いいですよ。行きます。砂糖を使いすぎないように。はい、わかりました。はい、ぐらいかな。大丈夫かな、皆さん呼びましたかね。みんな知ってるんですね。はい、ということで皆さんね、じゃあ、ね、面白いのを読んでいきますよ。はい、ね、はい、おまるぼえさんは3番の安全運転、キッチーさん子だくさん、おまるぼえさん4番の仮面夫婦。2番しかないのに。2番しかない、どんどん増えていくよ。ね、玄君さん5番の金運アップ。あ、でもなんかありそうだよね。ありそうですね、色がなんかそんな感じ。そうだよね、黄色っぽい感じ。そうそう、確かに。はい、ワイワイさん、ドッカン運。お、ドッカン、いいですね、いいですね。じゃあドッカンのあれですね。ドッカンいいですね。ジュンタさん、ナナの恋愛運アップ。わーおーとか言って、ありそうありそう。はい、なんかどうしますか、なんかボケポイントっていうか、ちょっとポイントあげたいなって人いました。へー、これどうですか。あ、ドッカン運いいですね。ドッカン運いいですね。いいですね。うん、じゃあ差し上げます。何ポイント、何ポイントでもいいんですよ。じゃあ10ポイント。 10ポイント、 OK、 10ポイントで。はい、10ポイントです。バイバイさんにかな。ありがとうございます。ありがとうございます。あとはね、まあ、おまるぼえさんの4の仮面夫婦に、じゃあ7ポイント。可愛く7ポイント、おめでとうございます。はい、じゃあこんな感じでいきましょうか。はい、ね、いいですね、可愛いってじゅんたさんが言ってます。ありがとうございます。いいですよ。あ、こちら49さん、ボケるの忘れてたー言ってね。出遅れちゃいましたね。次いけるね。恋の落とし子メイターン。おー、落とし子です。落とし子とか、元君さん、人生の迷子、俺れ大丈夫か、迷子なんで帰ってきて。帰ってきてよね。はい、ということで、これぐらい正解して当然ですよってワイワイさん言ってますが、じゃあどうですかね、2問目からどうですかね。さあ、行きましょうか。じゃあどんどん、はい、じゃあ行きます。はい、せーの、でね、はい、なんか今変なことでしょ。ドゥンって言って分かんないか。はい、第2問目、はい、自由空間ビッグボックス高田のババ店のカフェ、ここですね、カフェエリアにしてお送りしていますが、カフェといえば、まあ、コーヒーね、私的にはね、コーヒーでは、コーヒーにもよく入っているカフェインがありますね。カフェインはどんな効果があると言われていますでしょうか。はい、どんなあれを妨げるかみたいな、何を妨げるかみたいな感じですね。物忘れを妨げる、あ、ボケるのとか。ボケるの、みんな、でもボケるの忘れたら困りますね。みんなコーヒー飲みましょう。みんなでコーヒー飲みましょう。あれ、何でしたっけ。でもボケるの忘れないと。いや、もうナイスボケでした今。100点満点ですよね、めいちゃんの。今の最高ですよ。ボケちゃったら忘れられちゃいますよ。忘れあ、そっち、待って。そっちのボケ、あ、ボケちゃうの忘れ、どっちもボケちゃう、パニックパニック。メイちゃんワールドに引き込む、はい、もう入っちゃってるね、いいですよ、ということで、あ、メイちゃん優しいって、あ、ワイワイさんにポイントをね、あげてね。あ、ありがとうございますね。あ、ワイワイさん、カフェにインしたくなる、あ、カフェインで、カフェにインね、なるほど、うまいね、うまいね、いいですね。あ、ジュンタさん、回答、シーナンが可愛くなる。あ、もう、コーヒー、スタッフ、すいません、コーヒー、お願いします、みたいな。これ嬉しいですね。いいですね、でも、ね、自分が可愛くなったらいいですね。ね、嬉しいですよね、どんどん飲んで、ね、どんどん飲んでほしい。お砂糖入れなくて飲むでしょ。ブラック、多分頑張ってないです。頑張るよね。はい、全然いけちゃうと思います。いいと思います。はい、ゲンクさん、シーナンをよいしょする効果。あ、よいしょする、よいしょなんだ。みんなよいしょしてくれると、私だけ気分いいですね、それ。嬉しいかもね。ね、あ、もうすでに可愛い件とか言って、ありがとうございます。すごいね、なんか、あげ、もうなんか良しよししすぎじゃない。いいこと何回書いてあげますね。ね、あ、めいちゃんがボケなくなるって。ポイントのために。あ、ポイント、あ、ポイント、そういう戦略、ちょっとそういうこと。何、私普通に騙されました今。乗せられました。同じ。
あれですって、純太さんがめいちゃんがボケなくなるって。いや、私ボケ、私これ素です。いや、だからそう、コーヒーを飲めば、あっちですよ。そうかそうか、ボケなくなるから、あ、素です。もうなんかもうパニック、私今日、ごめんなさい。全然。ダメね。いいよ。でもボケなくなったら、うん、将来ずっと頭良くままでいそうですよね。いられそうじゃないですか。そうだね。そうだね。もう、そうだよね。そんな気がします。うん、そんな気がするから、3、2、1で締めますよ。いくよ。はい。ほら、あれですよ。あの、運転中に飲むといいよねって言われるのは、これがあるからね。うん、さあ、答え、いくよ。締めるよ。3、2、1、終了でーす。終了。あれ？ちょっと待って。皆さんさ、ちょっと、大丈夫？あの、答えさ、平気かな？忘れてる？答え、うん、面白かった、でも全部。はい、いくよ。あとは、純太さん、眠くならない。うん、ケン君さん、スタッフ、うるさいって。あ、スタッフってうるさいって言ってた、私、ごめんな。そうだね、ここだって入り口から丸見えだから、ね、ごめんなさい、申し訳ございません。自由空間のスタッフさんに失礼でしたね。はい、ワイワイさん、眠気を覚まさなくもない。あ、何その中途半端な効果ね。あ、なんかめいちゃんみたいな答えか考えなきゃはい、あ、メイ&シーナも網膜に焼き付ける作用とか言って、あの、すごいね、目じゃなくて網膜奥の方から、ね、もう焼き付けてください。それ通り越せじゃ頭に行ってもらう、頭に行ってもらうでね、うん、頭にね、覚えてもらう、焼き付けてもらいましょう、うん、はい、ということで、じゃあ答えの方は睡眠を妨げるでした。まあ、カフェインにはね、よく言いますよね、うん、じゃあ答え、まあ、書いてくれたのがね、眠くならないって書いてくれた純太さんかな、だけかな、はい、痛いですね。 あとね、おまるぼうさん、え、覚醒作用ってどういう、どう、正解ですか、うん、じゃあ、オッケー、やった、ごめんね。じゃあ、おまるぼうさんと、あ、玄君さんも睡眠を妨げるってちゃんと書いてくれましたね、ごめんなさい。3人の方々、3人の、はい、じゃあ、おまるぼうさんと玄君さん、そして、うん、純太さん、そしてワイワイさんも、まあ、眠気を覚まさなくもなくないみたいな感じで OK です。OK です。4人、4名様、20点です。おめでとうございます。10ポイント。ね、あと、純太さんのめいちゃんがボケなくなるにも、23ポイント。イエイ頑張ります。はい。いいですね。あと何かありましたか？どれがいいかな、カフェにインしたくなる。カフェにインした、でもどうでしょう、どうですか、なんか難しいね、難しい、ちょっと締めくっちゃったね。あ、でも、眠気防止って、こじらゆんじけさんも眠気防止書いてくれてた、ごめんね。じゃあ、こじらゆんじけさんも20ポイントでした。はい、おめでとうございます。間に合いましたね。じゃあ、これはね、ちょっとじゃんじゃん私が入れちゃおうかな、はい、あの、ごめんね、なんか、はい、私うるさいってさっき怒られるばかりなんだけど、スタッフさんにもね。はい、ちょっとじゃあ、シーナンが可愛くなると言ってくれた、あ、待って、純太さん、さっき入れた、私、大丈夫、うん、純太さんに、あれ、私さっきさ、ちょっと、あ、めいちゃんがボケなくなるにさっきあげたから、うん、うっさー、はい、シーナンを優勝する効果で、ケン君さんに21ポイント、ありがとうございます。ごめんね、純太さん。はい、ということで、じゃあ第3問目いきたいと思います。何って怒ってる、純太さん。ごめんね。ちゃんと覚えてますよ。はい、じゃあ第3問いきましょう。はい。せーので、お願いしますよ。はい、せーの。ででん。よし。はい、第3問です。はい。はい、今日のゲストのめいちゃん。はい、めいちゃんの昨日から始まった番組のタイトル、東京〇〇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 
はい、めいちゃんの番組。東京。東京。うん、4つ。東京。うん、東京。なんでしょうね。なんか襲来。襲来。襲来。東京襲来。なんかエリアみたいだね。もしかじゃないんだからさ。東京襲来。襲来。かっこいいですか、もう。それでも気になるね。私ちょっと見たいかもしれない。めいちゃんがやってる東京襲来いいかもしれない、ね、まあ音ですね、うん、なんかねそうなんかじゃーんって感じね、そうなんです、じゃーんって感じ、そう、さあ何でしょう、どんどん書いて書いて、うん、東京なんとかだよ、うんうん、
4文字ですよ。そう、おばるさんが東京ボットンとか言ってるけど落ちちゃダメ、ね、上がって上がって、ね、あ、そういや、DVD がめいちゃん、そうなんです。ね、ここでじゃあいいですか。はい、あ、じゃあどうぞどうぞ、告知を。はい、すいません。じゃじゃん、じゃじゃん、見ますか。じゃあ、私持ちます。あ、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、アップにして。めいちゃんの DVD ですね、これ。はい、そうなんです。ピンキーブラックっていう、DVD を出させていただいて、もうこれはまだほんの一部なんですけど。すごい、これ全部めいちゃんですか。はい、ファースト DVD で出させていただきました。え、すごい、これです。めっちゃセクシーじゃないですか。いや、どんな内容ですか、これ。もうなんか名前の通りピンキーブラックっていうんで、まあ、ちょっと可愛く女の子らしくしてみたり、ちょっとこうお姉さんみたいなオーダー出してみたりとかして。そうなんですよ。いいですね、いいです。じゃあいろんなメイちゃんが見れるわけですね。そうですね。わ、そうなんです。これ どう購入すればいいですか。どこだろう、どこだろう、なんだろう、ホームページとかでも申し込みたりできますね。そうですね、多分できると。ホームページっていうかブログとかから取れますかね。取れますか、まあ取れますか、はい。でもメイちゃんの DVD、多分メイちゃんで調べれば分かりますかね、購入方法的なのは。ソフマップとか、秋葉原のソフマップとか、ま、直接メイちゃんに会って聞いた方がいいと思いますので、ね、会いに来てください。ということは、火曜日の東京〇〇〇、さあどうでしょう、ということで、じゃあちょっとね、はい、これを持ちながら会いに行っていきます。3、2、1、終了です。さあ、皆さんどうです？このタイトル。さあ、これを見ながら私がチェックしていきますよ。はい。いい、すごいですね、めいちゃん。超スタイルいいですね。本当ですか？欲しい、ごめん。とか言えないから。はい、正解の方、じゃあめいちゃんに発表してもらいたいと思います。はい。はい、いきます。はい、正解は、東京ドッカンです。ドッカン！ドッカンでした。襲来惜しかったですね。襲来惜しかったね。まあ、確かにね。ちょっと言い方変えれば。ニュアンス的に合ってたかもしれない。はい、惜しかったです。ということにしてきます。はい、お願いします。はい、ということで、じゃあね、はい、正解者の方、見えますかね。はい。バッツン。いっぱいあるよ。ドッカン、ドンカン、バッタン、プッツン。ドカベン。どういう感じですかね。すごいね、ボンボンタンね、すごいアハン言うてる。アハン言うてる。いいね。あ、みんなでもドッカン。ドッカン来てますね。お、来てます。いっぱいいらっしゃいます。じゃあドッカンと呼びたい方、皆さん呼んできますので。はい。ごめんね、皆さん待っててください。はい。じゃあ行くよ。はい。ドッカンと言ってくれた方。東京シーナンとかも書いてくれたね、じゅんたさん。あ、メイタン。東京メイってじゅんたさん。あと2文字足りない。足りないね。はい。じゃあ、はい、東京ドッカン書いてくれた、いっぱい書いてあるからね、ちょっと待って。東京タワーとかありますね。東京タワーとかあるからね。東京ドン、ドン、ドンじゃない。すごい、なんかいっぱいある。じゅんたさん、はい、じゅんたさんと、げんくんさん、そしておまるボーイさん。あ、違った、ドッカンだ。おー、惜しい。これ難しい、これ。惜しい。難しいな、ちょっと待って。東京どっかうんどっか待って、元くんさんと、じゅんたさん、ちょっと待ってね、みんなカタカナだからね。そう、カタカナだからね、自分で問題出したんだよね。あれ、あとドッキュン、違う、あ、ケンズーさんもあってるし、あとおまるボーイさんも正解でしたね。はい、4名様かな。4名様、4名様、全人の方正解です。おめでとうございます。10ポイントです。ね、いいですね、いいですね。お、東京ピンクブラックを書いてくれてるワイワイさんが詰めれば入りますね。ね、ちょっとこれあげちゃいましょう。めいちゃん何ポイントあげちゃいます。じゃあこれ30ポイントあげます。あ、30ポイント、やったやった、ワイワイさん30ポイントです。イエイイエイ、いいですね。 DVD は普通にアマゾンで買えます。アマゾンで買えます。ありがとうございます。アマゾンで買えるそうで、ありがとうございます。ぜひ探してみてください。はい、じゃあめいちゃんのね DVD を要チェックということで、はい、はい、ではでは、正解者も自己申告でいいんじゃねってワイワイさんが言ってくれますが大丈夫、頑張るからごめんね。キャプチャー、せーの、デデン、第4問、はい、はい、そして今日のゲストのめいちゃん問題です、はい、めいちゃんの得意なことは何でしょう。得意なこと聞いちゃいますか。何でしょう。ちょっと変わってることなんですけど、そう、変わってることでブログのプロフィールに書いてあるんですよね。はい、そうなんです。特技はって書いてあるのかな。特技でしたっけ、ね、特技、はい、そう、
でしょうという問題ですけど、みんな引かないでくださいね。あ、どんなことだろう。なんだろう。三。何でしょう。すごいな、画面から消えた私。結構3時間かかりましたね。待ってなきゃ。ほらみんな書いて、ほら早く、早く書く、皆さん。焦ってしまった。ね、あの、あのね、あのね、プロフィールに、あのなんか、なんかヒントありますか？ヒントですか？体のことです。あ、体のこと。はい、そう、体のこと。どうですか？ね、ワイワイさんが不思議と糖尿病にならない。あー、いいかもしれないです。甘党好きにはたまらないですね。そうよ、そうよ、とか言って。ゲンくんさん、タットマン寝れる。ね、うん、ありそう。できそうですね。やったことないですけど。タあ、マルボイさん、それは糖の一気飲み。ああ、どうですか？でき、うん、やめときなさい、やめときなさい。あのガムシロ飲むような感じですよね。ガムシロ飲んじゃう？大丈夫？一回だけやったことあります。どうだった？ダメでした。ダメだ、よかった。飲まない方がいいと思います。飲まない方がいいと思います。はい、こじるんじけさんは変顔、ワイワイさん大統領でもぶん殴れる。あ、でもメイちゃんの雰囲気がなんか怖いものなしって感じがしますね。許せる感じ、ピヨピヨパンチって感じがする。はい、ゲンクさんチョークスリーパー。なんだろう、チョークスリーパー。チョークスリーパーってなんだろう。あ、これこれか、これ。はい、なんか激しいです今日。はい、で、はい、体が柔らかい吉さん。おお、ありそう、ありそう。うん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 。はい、ケンツさんボストンバッグに入れる。ジェンタさん毒舌、うん、ね、ワイバーさんバストで3、4人殺せる。怖い。マルボイさんキスうまい。はい、ユンカさん指が異常に曲がる。うん、おおおはい、こちらがジュッケさんブリッジ。はい、ということで、じゃあ、はい、いくよ。じゃあ、とりあえず締め切りますよ。はい、はい、3、2、1、終了です。はい、キッチーさん、アイスの早食いね。あ、チャレンジしてみます、うん、じゃあ今度。あ、でもいけそう、いけそうですね。雪フラッグだったらいけそうです。ね、ね、あれも食べたのみたいな。あ、食べたい。いいですね。はい、じゃあ、はい、正解、正解はお願いします。はい、いきます。なんか手だけ関節がすごい柔らかいらしくて、まず指です。90度、指に曲がるのと、はい、うん、あと腕がすごいされてないんで、映りますかね。あ、ほんとだ。うわって言われます。気持ち悪い。違う違う。普通の人と多分これぐらいですよね。すごい、そうだね。すごい、なかなかあんまいないんだよね。らしいですね。すごいすごい。私人生で2人目でした。本当ですか、うん、これ正解です。そうなんだ。ということで、なんだろう、特技というより、なんだろうね、特徴、あ、でも特技が、あ、さ、あ、ごめん、あのさ、めいちゃん、これ私も親指曲がっ、曲がっ、同じくらい曲がっ、曲がっとしていや、違う違う、めいちゃんだけ、めいちゃんだけです。はい、はい、ということで、親指が以前曲がるということで、はい、関節が柔らかいね。うん、どうでしょう。あ、俺、親指、俺もできる、わらって喧嘩。結構いるんですね、じゃあ。あ、結構腕なら負けないですよ。腕はそうだね。はい、そうよ、特徴なんでしょう。そう、多分そうなんですかね。うん、私にしかできないですけど。できないと思いたいですね。できない、そうね、はい、はい、なんかもうテンションが上がってきて。俺でも90度曲がるけどって、なんかちょっといっぱいアハハって笑ってるみたいな感じけど。はい、でもジェンタさん俺無理って言ってるから、これバッチリだよ。じゃあ勝ちましたね。勝ちましたね。やったです。はい、ということで、じゃあ正解した方、はい、読んでいきます。はい、じゃあね、指が以上に曲がるって書いてくれたゲンくんさん、はい、そして体が柔らかいって書いてくれたキチさんもちょっと合ってたね。はい、あとはかなで、いいかな。はい、お二人ですね。はい、お二人です。20ポイントもです。はい、なんか、あ、マルボイさんの味噌汁に砂糖を入れるだって。あ、考えたことなかったです。やっちゃいそうだから15ポイントプレゼント。めっちゃ新しいあれね。近々ブログに載ってるかもしれない、ね、載ってるかもしれないからね、うん、危ない危ない。あ、ちょっとあのどうでしょう、大統領大統領でもぶん殴れるパンチできると。あ、それ来ます。なんか、あ、でもなんかやりそうですか。あ、でもちょっとできないですね。できない、できない、ダメ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 とか。でもなんかちょっと面白かったんで、はい、10ポイント10ポイント、はい、ありがとうございます。10ポイントです。おめでとうございます。はい、ボストンバッグに入れるって言ったけど、ケンツーさんにもちょっと面白いから25ポイント。おめでとうございます。ねえ、
いいですね。それなんかあれサーカスの人みたいですね。ね、入れちゃうね。そこって入って。エスパイト。ああ、エスパイト、そうだ。エスパイトいます。そんな人いましたね。いますね。はい、ということで。あ、めいちゃんしかできないよって順番に。ありがとうございます。私しかできないんですよ。ね。はい。いいですよ。はい、ということでじゃあ。はい。まあ、ラストの問題らしいよ。ちょっとじゃあショートキューでいくよ。はい、行きます。せーの、ででん。はい、自由空間ビッグバックス高田のババ店にて大好評発売中、塩塩たこ焼きですが、はい、タコも食べちゃうかもしれないあいつです。あいつ、さあ節分の日に豆をまいて追い払うっていうのがね、明日節分だからね、うんうん、さあ何を追い払いますか、ますかじゃないでしょうか。ちょっとね、節分の日に豆をまいて追い払うあやつは何でしょう。さあ何でしょう。まあね、これも無理やりつなげたっていうね、タコも食べちゃうかもしれない。インフルエンザです。インフルエンザ、インフルエンザ。ちょっと今の時期だけでも遠ざけたいですね。あ、インフルエンザを追い払う豆で。そう、そうそうそう、言っちゃいなさい。もういいことしか入ってこないように。あ、そうだね、インフルエンザも追い払わなきゃいけません。皆さん悪いことは全部出して。そうよ。さあみんな書いた、書いた、書く。さあ行くよ、行くよ。巻いて巻いて。元君さ、うちの母ちゃん言うてるけど。ダメ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 、そんなこと言わないで。ね、あ、もう完全にタコと関係なくねってワイワイさん言われてますが、じゃあタコも、タコを食べちゃうあいつです。さあ何でしょう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。さあどうでしょうということで、はい、おまるぼいさん、プニプニな、プニプニミニ、何プニプニ、はい、メーゲンクさん、うちの母ちゃん、ね、小次郎49さん、生ハゲ、はい、じゅんたさん、シーナ、あれ、え、私、追い払わないでよ、置いて置いて、ね、むしろ豆を食べさせてくださいね。そうですよ。はい、とワイワイさん、トニー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 って何だろう。マルボイさん、漫才ギャング、はいはい、うん、はい、あ、じゅんたさん、貧乏神、いいですね、いいですね、と、マルボイさん、ポニー、ポニー、うん、じゅんたさん、鬼、こちらの受給さん、ゴキブリ、あ、ありね、ありあり、ね、はい、玄華さん、鬼、ワイワイさん、鬼嫁、鬼嫁、あら、あら、はい、ケンタさんも鬼、おまるぼいさん、上野駅の酔っ払い、はい、玄華さん、うつぼ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 、なんかあったかな、玄華さん、東北総中のハンター、いろいろ面白いのありましたが、正解は鬼ですね。明日だね、明日ですね、できますか、豆まき、どうだろう。あったらでも、なんか小さい頃はよくやったけどね、なんかすごいお父さんに本気になって投げてあげたみたいな。俺はそうと思ってね、本当の鬼だと思ってましたもん。うちチロルチョコとか投げてました。あ、ほんとに。ママが買ってきて、豆とチロルチョコで、せーの、よいどんみたいに拾うの、そうで、食べるみたいな。あ、年の数だけ。そうそうそう、年の数超えてたけどね、チロルチョコね。食べれるだけ食べちゃいます、ね、そうなの、そうなの。もう今、めいちゃんにそれやったら食べまくっちゃうから、ね、あ、こんなに食べちゃった、全部食べちゃいますね。家の中綺麗に投げますよ。そうか。拾い集めるんで、ね、はい、ということで、じゃあ正解した方の名前呼んでいきます。はい、生ハゲって書いてください。こじらー49さん、そしてジェンタさん、これ、元気くんさん、ワイワイさん、おまるぼーいさん、はい、あとはかな、かな、うん、そうですね、はい、20ポイントです。ありがとうございます。ねえ、ちょっと、はい、おまるぼーいさん、明日シーナはぶっとい恵方巻きを食べるのって。恵方巻き食べますか。恵方巻きって節分なんですね。そうだよ、なんか 西だっけ東だっけ、なんかどっか見て、なんか毎年違うらしいですよね。あ、そうなのらしいですよ。そうなんだ。今年は南東とかの言って。そうなんですね。一回ぐるっと一周しながら食べたことありました。あ、分かんない。どこだろう、それでいい。なんか友達と調べてもらって食べてて、どっちどっちどっち、あ、逆だって言って気づいたら一周してたことあります。一緒じゃん、逆だって言い過ぎじゃないか。あれ、そっちもうちょいとか言って。まあいい、全部やっとけばいいってことだね。ちっちゃい頃の思い出ですね。なるほど。明日そうしましょう、皆さん。そう、みんなでやりましょう。一周しましょう。そうよ。ね。はい。子供の頃テンパって福は外って言ったことあるってちゃんと言ってますが、どう、私ですね、福は外って言ったことある、福は外はないんじゃない、でもないですか ねどうですか。あ、でも逆で言ったことだ、あ、あるんだ、じゃあ私、あ、ありますね、きっとあると思います。福は外と鬼は内みたいな、まあ、めいちゃんは何でもありそうだからいいよ、もう誰かが間違えて多分つらいで言っちゃったことあると思いますねけど。はい、はい、じゃあね、ということで、なんか面白いの、じゃあ、おまるぼーいさんの上野駅の酔っ払いに
なんかちょっと面白いんで、はい、20ポイントプラス、おめでとうございます。ありがとうございます。あとね、鬼嫁のワイワイさんにもちょっとドンマイポイントで30ポイント、鬼嫁、おめでとうございます。あと面白いのあった？なんか、トニーって気になる。あ、トニー気になった。ワイワイさん、トニー、トニーって何ですかね。何だろう、何ですか、何ですかね。ぜひ人じゃないことを祈りますね。何ポイント、いや、トニー20ポイント、トニーに20ポイント、ぜひお家に入れてあげてください。やった、うちに入れてあげてポイントで、はい、はい、あと、どうしようかな。じゃあ、それつながりでうちの母ちゃんも入れてほしいということで、ケン君さんにもじゃあ20ポイント、はい、もらってください。はい、20ポイントです。ねえ、皆さん恵方巻き食べるんですか？ねえ、ねえ、どうなんだろうね。あ、豆は投げずに食う、ひたす、ただひたすらにって言うのかもしれません。年超えちゃいますね。ねえ、そっか、ひとまず19個だ。あ、でもそれ以上です。それ以上食べちゃった。あ、食べちゃったってなんでしょう、うん、あれいくつ目だっけ。もう気にしないで、めいちゃん食べていいと思う。食べればいいんです。ねえ、うん、はい。あ、シーナ、セブンイレブンでフォーロールケーキ売ってたよって、こちらの実況されてました。恵方巻きじゃなくて、フォーロールケーキだって。あ、ちょっと買いに行きます。買いに行きましょう。ありがとう、教えてくれて。見たい見たい。ね、いいですね。魔の目に豆をつけて、豆をぶつけて魔を滅するイコール豆まきって思われるボイさんが言ってます。ということで、ごめんね、先に最大の方をね、はい、皆さん聞き込んでください。はい、ね、トニー、ジャック・スパローの元同僚だよって。ジャック・スパロー、24ですかね。ジャック・パーワーだって、ごめんね。ジャック・パーワーの元同僚だって。惜しい惜しい。まあ、そうだよね。あ、そうなの、来てますね。あ、うん、帰ってくれてるね。みんな採点頑張れって。頑張れ。エホーウィローとかあったら嫌だなって。ウィローで、エホーウィローはきついね、なんかね。多分私もちょっと食べきれなさそう。ね、そうだね。おまるごいさん言ってますけど。アイスだから行けます。あ、アイス、エホーアイス。どっか向いて食べるみたいな。もうめっちゃ何でもあるでしょ、はい、エホーつけば。何でも、エホーつけば。エホーついて甘ければ食べれます。ね、ぜひ、はい、そんなメイちゃんが乗ってる DVD はこちら。こちら、Amazon で買えるというふうに、はい、いただきましたんで。アメブロの方も、はい、そうですね、はい、メイのどんどん目が出るよっていうブログで、はい、番組は、はい、番組もう一回じゃあ宣伝をお願いします。はい、東京ドッカンっていう、秋葉原のフレッシュスタジオっていうところで、うん、毎週火曜日の夜6時から7時までの1時間なんですけど、いろんなゲストをの方を招いたりとかして、みんなでワイワイお話ししたりゲームしたりするコーナーなん で、その間に撮影もやってるんで、もう来れば両方とも得なんで、うんうん、いいね。何でしたっけ、水着ですか。そうです、水着です。みんな水着なん で、ね、ぜひ来てください。はい、はい、撮影会は6時からですね。6時から10時です。10時までやってますか。お、じゃあ仕事終わりの方も行けますので、皆さんじゃあ秋葉原の、フレッシュスタジオ、はい、ね、検索して皆さん行ってみてください、はい、めいちゃんにも会えますからね、はい、よろしくお願いします、はい、毎週火曜日よろしくお願いします、はいはい、ということで、はい、じゃあ皆さん採点を迎えてくれてますね、はい、どうかな、100いった今日。本当、みんな本当に、え、じゅんたさん103点、げんこさん141、わいわいさん140、おまるごいさん122、こちら49さん40、お、ないかな、かなみたいですね。ですね、はい、うん、ということでね、じゃあ正解の方、あ、じゃない、優勝者さん、げんくんさんです。はい、おめでとうございます。初ですか。ね、すごい、ね、おめでとうございます。わいわいさんもあと1点差でしたね。ね、惜しい、惜しいです。そうよね、あ、豆、ごめん。じゃあね、ちょっとげんくんさん、はい、じゃあ式ね、セリフを書き込んでください。短いのでも何でも OK なんでね、うん、はい、め、はい、ちゃんと私に言ってほしい、セリフをお願いします。はい、お願いします、はい、ということで、あ、し、自分の年プラス1を食べるんだって、豆って、で、こちらおゆんじゅくさんが教えてくれました。あ、そうなんですか。あ、そうか、そういえばそうでしたね。あ、すっかり忘れてた。もう年の数だけしか食べなかった。そう、あ、本当に、それか隠れて食べてます。隠れて隠れてならもういいや、ごめんちゃん食べてって感じですよ。はい、いいですよ。皆さんでほっくりしましょうって、おまるごいさんが言ってますが、はい、しましょう、しましょう、ね、はい、そうですね、はい、いつも年齢以上食べちゃうんだよなってじゅんたさんも言ってますが、ね、明日はじゃあみんな豆を食べて健康に鬼を追い払いましょう、はい、ということで、はい、あと4
え、どうしようか。ん、あ、まだセリフまだだったね、うん、えって来てますが、元君大丈夫プレッシャーとか言って言ってたセリフ、そう、みんなが応援してる、おめでとう、頑張れみたいなね、なんだ、なんてくれるんですかね。いいですね、これちょっとセクシー。え、めいちゃん的に何色の水着が一番良いですか。この写真が写って見えますね。これピンクの、これ、そうなんです。あ、いいですね、一番大きく写してます。あ、すいません、結構綺麗に写ってるんで、これはいいですね、コメントが遅い、ね、もっとこれ買ってくれたらもっと奥深く見れるんで、どうぞどうぞよくぜひ、みんな買ってください、買ってください。めいちゃん、いいですね、ファースト DVD なんで。あ、そうですよ、そうなんですよ、もうなんか、うん、もう汗だらだらぎなぎながら、寒い日だったんですけど、うん、やってたんで、はい、もうぜひ、もう今しかできない瞬間が映ってると思うんで。そうだよね、10代、そうなんで、10代の姿を、はい、もしよかったら見てください。はい、ということで、じゃあ、めいちゃんの、ね、DVD を、はい、ということで、はい、あのさ、コメントがね、来てないんだよね、はい、じゃあね、うん、もしあれだったらね、あ、シーナもチャレンジ頑張って、こちらの時から来てもらう私きついでしょ。え、どうする、じゃあ、あの、もっともっと自由空間とか言いながら水着だったらここで水着ちゃんとシーンとかしないでくれる大丈夫じゃあね、セリフがさ、あれ、あ、セリフありがとう、あ、いいですね、ゲンクさん、ありがとうございます、セリフ来ましたので、うん、じゃあね、私から行きたいと思います、はい、日本人じゃ、ごめん、日本人じゃないけどね、はい、はい、じゃあ行きます、はい、うん、はい、毎週水曜日チェックしてくれないと鬼に変身しちゃうぞなんてね、はい、ありがとうございます。じゃあこれ、めいちゃんは火曜日にしますか、はい、はい、じゃあお願いします。じゃあ行かせていただきます、はい、見えてるかな、うん、じゃあ行きます。毎週火曜日チェックしてくれないと鬼になっちゃうぞなんてね、よろしくお願いします。いいね、おーって感じがしますよ、会場からバッチリですね、もうかわいいって来てますね、いいね、あ、これか、そっか、鬼ってこうか、これか、こっちか、分かった、そうですね、忘れちゃった、いいですよ、かわいい、かわいいって、よかったです、あ、サラヒヨってありがとう、サラヒヨキュートキュートキュートって丸坊さんも考えてますよ。じゃあ、おまるぼうさん、これ買ってね、ちょっとね、調べ、買ってね、ね、ぜひ持って会いに来てくださいそうですよ、めいちゃんにぜひ会いに来てください。はい、ということで、じゃあ番組があと1分かな、はい、はい、ということで、はい、あ、髪、ん、何、髪回し、髪回し、髪回しだとは、あげって、りんこさんあげになってくれたかな、はい、あげ、よかった、はい、はい、ということで、あ、間に合ってよかったって、ね、皆さん見守っていただいて、ありがとうございました。ね、今日どうでした、あ、なんか一発目だったんで緊張してたんですけど、はい、楽しくできたんで、はい、またこれからもよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いしま す, します。今日はかわいいめいちゃんと一緒にお送りしました、はい、はい、今日どうもありがとうございました、ありがとうございました。はい、ということで、毎週水曜日9時、はい、夜9時から10時まで公開の生放送でやっております、はい、宝のババ店にも遊びに来てください、はい、ということで、今日のゲストはめいちゃんでした、はい、また